問題です。発注者は受注者から労務費上昇分の価格の引き上げについて明示的に相談を受けていないので、協議の場は設ける必要はないだろうと考えているようです。発注者の取るべき行動として正しいでしょうか。丸か×か。答えは×です。正解できましたか？詳しくは公取労務費転嫁指針で検索。労務費転嫁の指針、公正取引委員会。